皆さん、こんにちは。石井秀俊です。妻のよっこでーす。目音自主解説やっていきたいと思いまーす。お久しぶりでーす。久しぶりすぎる。なんか照れ笑いしてるんですよね、久しぶりすぎる。どんだけ？いいじゃん。いつもネガティブなんだよ。早く本題。もう丸1ヶ月以上。今日は何日ですか？ね、せからしったよ、もう。ほんと。はい。11月29日。これじゃあそのまま、うん、産経新聞今日一面トップは、うん、中国次は香港人改造、うん、次はって何、次はって何、つまりウイグルだよ ね、うん、前があるってことですね。まあ今現在ウイグルをやってるっていうことで、うん、まあご存知のようにですね、例の強制収容所再教育施設なるもので、まあ300万とも言われるウイグル人が、うん、収容されて、うん、でめちゃくちゃなってるわけですけど、もう宗教からそうなんからイスラム教はとにかくダメだっていうことで、ね、だから豚食べさせられたり、豚を食べなかったらイスラム教の過激な思想に染まっていると見なすみたいな、うん、とかなんかアラブの人、アラブっていうかイスラムの人、このひげ生やすでしょ、うんうん、でもそのあごひげを生やしてるとそれはイスラム教の過激なやつだと見なすとかね、すごいね、多分世界中にいっぱいいるよね。いっぱいいるの、そこら中歩いてるけど、だけどだからそれでウイグル人はもうひげ生やしたりとかできなくなるし、うん、子供にイスラム教的な名前、うん、例えばムハンマドみたいな、なんかあるじゃない、モハメッドみたいな、はいはいはい、そういうイスラム的な名前を子供につけることも禁止、うん、あとなんか女性がね、あれのある男がさ、いやそれもあるけど、うん、男の人が捕まってて収容所入れられて、うん、女性が家にいるところになんか中国人が派遣されてくるでしょ、そうそう、でだらね、うん、なんかよくそんな発想ができるねっていうね、うん、野蛮な発想だよ ね、 もうね、でとにかく徹底的にウイグル人を締め付けて、ちょっとでも疑わしいで、大体その今日新聞もきちんと書いてくれてるんだけど、その海外に知り合いがね、うん、いるという、海外に自分の知り合いが親戚がいるという時点で、うん、もう危ない怪しいやつみたいな、今時ね、このグローバリズムの時代に、だからまあそういうの片っ端からやられて、だからまあ300万という数字になってくるわけだけど、うん、そしてその次がまあそれで、だからまあ香港を次は締め上げていくということをまあ言ってるんでしょうが、うん、まあそれに対してちょうど素晴らしいことに、この新聞のですね、このお隣にこう出てるわけですよね、このアメリカ香港人権法が成立ということでですね、これは素晴らしい、すごいね、これは本当に良かったですね、まあこの法律ができたことによってですね、結局アメリカの議会に毎年、要するに中国の状況、この香港の状況を報告されるわけね、うんうん、で人権侵害されていないか、その一国二制度でその守られているかということの報告書が上がって、うん、今年になってもうダメになったと、うん、なった瞬間に制裁がいくわけですよね、要するに分かりやすく言えば、うんうん、ということでそれがもうだから中国政府が香港にいろいろ圧力をかけることに対する、まあ言うなればストップの役割を果たすことになるので、すごく大きいんですね、うん、でこれは共和党も民主党も両方だからね、うん、もうほぼ前回全体で、通ってるような形なので、まあ、アメリカっていうのはそういうのはしっかりやるよね、うん、だから中国だからと気遣う日本とは全く逆だよね、もう、そう、中国のダメ加減をちゃんと民主党の人たちがむしろ強行みたいなね、うん、まあ、そうそう、うん、人権だから、ね、人権だから、まあ、日本の人権人権っていつも言ってる人たちの人権って何みたいな、あの人たちは誰、中国人の人権共産党の人権みたいな、自分たちが反日活動をする人権だっけだからね、うんうん、あの人たちが言ってる人権の中身が知りたいよね、いや俺はやりたいことをやるけど、うん、俺の敵は潰せみたいな、そういうことでしょ、一方的に政府を攻撃して共産革命をやる人権なんじゃないの、ね、じゃないのって思うぐらいに本当にアメリカの、 その左の人たちがこういうのをむしろ中心的にやってる、まあ、一生懸命やってますよね、うんうん、ね、だからアメリカだってね、アメリカだって議会は今例のトランプの弾劾の問題で、そうよ、与野党対立でひっちゃかめっちゃかになってんだけど、これはもう政策として、ね、やることはやると、うん、そこ行くとね、日本の国会と全く違って、日本の国会ほら今日の新聞出たけどなんだっけ、もうなんかもう喋らんといてってぐらいね、もう手付けになってるからね、ここすごいほら、野党、うん、今日から審議拒否みたいな , 笑っちゃいけないよ、笑うしかない
次元が違いすぎてもうダメだからアメリカの議会のこう強いところはね、あのそれだけ弾劾とかで対立しててもやることはやるよっていうね、それ分けて考えることができる。それはそれ、うん、ね、やることはやります。負けれないのよ、日本のお左翼さんたちは。あんたもう頭悪すぎるっていうかね、金鉢と税金返せみたいなね、うん、ということなんですね。まあこの問題からいくとですね、今日届い、うん、さっき郵便届いたんだけど、ほやほや、これ、ね、あの定期購読私しております。あ、これね、正論あれね、これやろ、これ。そう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 。習近平の国賓反対。タイトルでっかく今日ね。すごいよ、攻める正論。ちょ、鼻水でダメだ。ではね、今日は今回ね、だからこのタイトルのもとで、すごいね。何本あるの ?1、2、だから 1、2、3、4、5、6、7本上がってんだな、原稿がね。あの江崎さんも入ってる。江崎さんのやつは、日本は米国にとって頼りになる同盟国か。クエスチョンってやつだね。危ないよ。それから佐々木さんも入ってる。佐々木さん。試される安倍政権。佐々木さん。佐々木るいさん。佐々木るいさん。あの、本もどんどん出されてる。私一緒にね、あの、イベントしましたからね。そうそう、トランプ政権、トランプ大統領を当選して、就任が1月でしょ、うん、その時にやりましたね、イベントね。でもあれの、だから直前だった。あ、そうか、その前かな。11月だったもんね。前にやったんだね。そう。でね、丁寧に説明していただいて。あ、そっちだ、そっち。探してみてね、動画。それからこれが面白い、あの関平さんとね、うん、妖怪戦さんと、うん、あの、いいね、矢板さん、うん、この、あの定団、定団3人、うん、で、この3人が、あの、なんだっけ、正論の、あの、ウェブ版、うん、ウェブ版っていうか、あの、うん、週刊正論かな、ネットのやつで、うん、あの、あれ記事面白かった、うん、反響3人集とか書いてあった。だってこの3人で最近よくやってるもんね、毎月やってるからね。なんで誰が言ったって、あの正論ウェブの、あの、誰が書いて、あれ、あ、有吉さん書いてんのかな、うんうん、分かんないけど、書いてあったよ。それ褒め言葉として、褒め言葉っていうか紹介文みたいな感じで載ってますみたいな感じで、まあでも反響はいいことだからね、うん、まあこの3人、まあ素晴らしいですよね。まあまだちょっとさっき届いたばっかで読んでないけど、ぜひこれは読んで、うん、あの今月号は特に必読ですよね。これね、大事だ、国賓の話本当に大事。こうやってだからみんなが言ってく、正論とか最近はね、サイン系とかね、だからあの政権べったりだったのにさ、6月 の例の G20 で我々がやったのが、あの G20 が6月28、29の G20 のサミットがね、で、首脳、安倍総理と習近平の首脳会談が6月27日なんですよ、うん、で、ここの首脳会談でその来年の春ぐらいに、うんうん、あのぜひ国賓として来てくださいみたいなので、あ、ぜひ来ますみたいな話が最初に出たわけね。で、それが6月27の首脳会談で、28、29が我々は大阪で やったやつですよ。で、29 の集会の時に、うん、あの俺が言ったでしょ、集会の中で、うん、あの来年の春、あの首脳会談ならいいと、しかしその国賓とはどういうことかと、うん、大体何が正常軌道だと、うん、でおかしいじゃないかっていうことを、で、ね、日中友好というのは、うん、中国共産党政権を打倒したその向こうにしかないという前で、ね、いつものような話をしたわけだけど、うん、まああれ、あの段階で誰も言ってないから ね、うん、ね、もう27日に安倍総理とあれがや、ね、習近平やって、29日の集会、まあ、あので俺が言った時には、そう、なんかみんな誰もシェーンみたいなね、そのまあ、いや集会ではもちろん盛り上がったんだけど、誰も世の中で言ってる人いなかったけども、最近はさすがにね、あの国賓反対があのネットで盛り上がるようになってきたし、一番嬉しいのはあの国会議員の先生たちがね、うん、あの、うんうん、守る会、ちょっと名前長くて正確に守る会、うん、青山茂春先生が会長で代表かな、うん、で山田博先生が代表幹事長かな、うん、で長尾隆先生とか、うん、鬼木先生とかがやってる、まあ、保守系が、保守系の先生方がね、うん、集結してる会ですけどが、この国賓反対っていうことで安倍総理に正式に申し入れ書を出したからね、うん、これはインパクトが大きいですよね、うんうん、あのついにここまで来た方、あの6月29日俺が言った時、誰も全然世の中的にはそういう状況じゃなかったけどですね、うん、ただまあこれどうなるかね、うん、あの二階幹事長とかはあの国賓として絶対呼ぶっていうことを言ってるわけだからね、だからそのこの香港の件とかさ、そのウイグル人とか聞いたら、あれはなんちゅう政治家がおるんやと思われるよね、日本どうなってるのと、うん、でアメリカとの落差があまりにもでかすぎる、うん、うん、っていうことは本当にあの考えないといけない、与党の中にいるんだよっていうか与党がやってんだからね安倍総理が率先してやってるわけだから、
まあもしくは安倍総理にさせている勢力が自民党の中にいるってことよね。それを無視できないっていうね。そう、共産党がやってるわけでも立憲がやってるわけで山本太郎がやってるわけでもね、安倍総理自民党政権がやってるっていうことなので、まあ本当に我々はまあもっともっと声を上げてですね、反対していかないといけないんですが、そうよ、もう桜を見る会とかもういいからもう。ね、まあだから ね、まあ国会の中でもね、そのまあ守る会が安倍総理に申し入れてくれただけじゃなくて、例えば山田博先生もね、参議院のあれ開講委員会とかでしっかり質問してくれたりとかもしてですね、やってくれてる先生方はいると、いうことなので、まあ私たちはそういう先生方はね、まあ応援して、しっかり応援していかないといけないなと。まあでもなんか、まあ厳しいかな本当に。でもなんか、どこまで本気かが知りたい。いやだからそういう意味ではね、やめさせたいっていう方がよ。だから実際に安倍総理がまあこれ閣議決定で正式決定になった時にじゃあどうなるのっていうことをね、はなんか一応反対は私はしたんです、私は保守ですみたいで終わってほしくない。だから最後まで最後まで本当にやってほしいなと、だから今いろんな先生方がね立派に戦っていただいているのが、もし残念ながら国賓になった時にじゃあその時にどういう動きになるかっていうのはやっぱりもちろん注目したいなと、その比較はね、やっぱだって天皇陛下だよ。天皇陛下だからね、だから首脳会談じゃないから、国賓ってことは天皇陛下だから。で問題なのは、今度向こうが国賓できたらね、今度はね、今度 こっちを国賓で呼びますって話が来るのよね。ってことはいわゆる天皇陛下のご訪中、これ前から言ってるやつなんだよ、これ G20 の前からこれずっと言ってたんだけど、天皇陛下のご訪中ということがね、次の問題として出てくる可能性が非常に高い、でこれはもう天安門事件の後の宮沢内閣、これも自民党なんだけどね、宮沢内閣と一緒で、世界中が批判してる時に日本だけが友好をやっちゃったというね、そう、もう30年前と同じことを繰り返すっていうことに、で制裁を崩していくのが日本というね、いうことになるんですよね。だからやっぱりこの保守の思い、保守の票を背負ってる政治家の先生たちには、やっぱりもうその政治家生命をかけてぜひねお願いしたいという熱い思いを抱いているわけですね、ということですね、ということで今日はそのまあ本当は、ね、今日の新聞はいっぱいあるよ、なんかいっぱいあるんだよ。いつも言ってるよね。いつも言ってる。今日の新聞は、ね、産経新聞やっぱいいからね。なかなかね。皆さん撮ってますか？産経新聞。これなんか説明はちょっと必要だね。中華民国総統選の隠れた争点に。これ難しいだろうな。ちょっとこれだけで動画一本になるんだろうけど。隠れた争点、どこの争点？台湾総統選挙。中華民国総統選の争点にって。ああ、台湾の中でね。台湾の中。で中華民国っていう言葉を使うかどうかっていうのが台湾総統選、まあちょっとこれ説明しだすとね長くなる、いわゆる思想の問題、アイデンティティの問題で、台湾、我々は台湾言うけど台湾じゃないからね、今は中華民国だから、だからみんな中華民国の旗振るけど、あれどうなのというね。そう我々はあの旗は基本的には出さないんだけど、その問題なんですよ、まあちょっとこれは長くなるからね、めちゃくちゃ長くなる、また機会に、ということで、今日はこのあたりで、これは何、あなたはさっきから見せようとしてるのは、見せようなんかね、ずっとさっきはチラ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 ここみたいな、手元で触ってただけなんだけど、要はこの1ヶ月以上経ったでしょ、何やってたのっていうことなんだけどね、で、インドの、ダラムサラっていうですね町があるんですけど、チベット亡命政府がある町なんですね。で、ダライラマ法皇様もそこに住んでるという、1万人ぐらいのチベット人がそこにいます。まあ、インド全体で10万人ぐらいいると言われてますが、まあ、そこに1万人ぐらい、まあ、1万弱、8000から1万って言ってたかな。まあ、そこでですね、チベット亡命政府が、まあ、事実上主催する、チベット支援者国際会議、チベット支援団体国際会議というのがですね、まあ、第8回が行われて、まあ、3年ぶりなんですね。3年前はヨーロッパのブリュッセルで開かれて、今回ダラムサラということで42カ国、200人弱が参加ですよね、まあ、私とですね、まあ、2人横と行ってきまして、日本からですね何人か参加したんですが、まあ、我々これあの参加のカードなんですけど、首からかけるやつ、ビヨンこうで、
8回目のエイトスインターナショナルカンファレンス8回目の国際会議、チベットサポートグループス、チベット支援団体と、たちの国際第8回目の国際会議ということで、まあ、秀俊氏でフリーインドパシフィックアライアンス、自由インド太平洋連盟とこう書いてあるわけですね。いいね。私も同じだわ。あ、私もなぜかビッパー自由インド太平洋連盟自由インド太平洋連盟、だからまあチベット亡命政府のですね、まあ、この会議に自由インド太平洋連盟として正式に受け入れてもらって会議を、参加させてもらったということで、まあ、本当にありがたい機会でした。このこと自体がまあちょっと動画をいっぱい作らないといけないんだろうけど、まあ、うちの自由インド太平洋連盟からもね、チベットの、国会議員である副会長3人とも参加したんで、チベットの国会議員であるナムギャルドルカさんと女性です。で、それから南モンゴルのですね、世界的な会長、クリル隊の会長であるテモチルトさん、我々の副会長、副会長3人、それにインド代表のね、ビジャイ・クランティもいたし、あとチベットのタシ・セリンもいたしね、まあ仲間いっぱいという方たちだったし、まあ新しい仲間もね、いっぱいね、世界中、なんかヨーロッパもいっぱいいたしね、果ては南アフリカまでいたからね、びっくりしたね。なんでこう、どういうことだ、チベットとええって、いや、地球の裏側メキシコまで行ったの。メキシコも結構ね、会議でいっぱい話したし、まあいろいろいましたね。こんだけ仲間がいるんだって、しかもさ、そのコアな仲間じゃん、あれ。そう。相当、そのずっと支援に力入れてる人たちだけであんだけいるから、そう、なんかちょっと世界の明るい部分を見たよね、この大変な時だけど。けどいろいろあるね。まあ、いやだからチベット問題の複雑さを学びましたね。ですね、ちょっとそれはまたそれで新しく動画を別に作りたいと思いますので、ご期待ください。ということで、皆さんご清聴どうもありがとうございました。チャンネル登録待ってます。それではこの辺で、スメラギいやさかー。